殺しめ、兄上の仇だ。
ちろ。おしょ、出せ。何を信じて良いものか。しておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう、どうしよう。あの櫓、このままでは進めない。酒井、お前が策を練れば、あの兵器を壊すのだ。武士らしく、わしはここに留まり、矢面に立つ。離れるな。おのおの留まれ。行け、酒井。槍を奪え。
恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。敗走を許すなど何か妙です。
んということだ。どうして行かせた？あれじゃ犬死にだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。藩の首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。